はい、というわけで今回は、こちらになります。これはね、自転車でございます。自転車でこうやって、走っていくもので、こういうふうにね、車輪をつないで、こうカタカタと、こう走っていくね。そういう、自転車になりまして、ここにサドルの部分とかがね、あって、なかなかいいなというふうに、思うものでございますけども、こういったものもね、なかなかいいなというふうに思います。こういったのをね、探しますと、ほんとなかなかないんですね。こうやって洒落たものってのは、さっきのね、木のおもちゃなんかもそうですけども、こういったものっても、意外と探すとないんですよ。で、あったとしても、高い。もう2000円とか3000円とかすんげー値段しますからね。びっくりするぐらいです。下手したら5000円するぐらいのものもありますからね。こんなにすんのかってぐらい高かったりしますから。だから、なかなかね、でも逆に見方からすれば、ある意味それは最初はすげーすんなと思うかもしんないけど、逆に見方からすればそれは一生ものとして残るよというふうなものだというふうに思うんですね。だからそれをどう捉えるかですよね。ただ単に高いものとして捉えるか、それともそれをずっと買って一生涯ずっと取っておけば、それはあっという間の元なんか取れるし、元は取れるし、こうね、自分が亡くなった後も次の代の人に受け渡すことができれば、次の代の人もまたそれを取っていけるわけじゃないですか。で、そうなったらこんな素晴らしい遺産というものはないわけですよね。で、こういうふうに、この上のサドル部分とか、これは木で作ってるんですね、これはね。ちょっとこう、コルクの蓋みたいに見えますけど、これは木で、ハンドルのところが作られていて、あとは、タイヤだとか、これは多分鉄だと思うんですね。で、鉄で作ってると。で、こうやった自転車が、なってると。これはちょっと折りたたみとかはちょっとできないような感じになっていますけど、あとはこういうふうに、こうやって音がね、こうやってなりますから、自転車として、使えると。使えるじゃない、自転車のこう、ギアの部分までこう、見事に作られてるってことですね。で、こういうふうになる。だからある意味、ここにぬいぐるみをこう置いてね、で、ぬいぐるみあるいは人形をこう置いてみるっていうのも、これもまた面白い一つの楽しみじゃないかなというふうには思いますけども。なかなかこれはこれで立派な、作品ではないかなというふうに思いますね。で、こういうふうにね、ちょっとここに木じゃないや、ここの本来はこういう蓋があるんですよ。これここのとこがちょっとこう蓋がおそらくなくなっていますね。になっていますけども、裏側もこのようにね、やっぱりここにちょっとこう里のところにこう蓋がなくなっていますけど、本当古い時代の自転車ですね、ある意味ね。昔はこんな自転車でしたよね。で、ここにこういうふうに荷物を乗せるところがあって、これで、こうね、昭和20年代、30年代とか、時代はこういう自転車があって、こういう自転車で走っていたという思い出があります。思い出じゃない、こういう時代でしたけどね。それをこうやってある意味、こうミニチュア化して作品化すると。ある意味、こういう自転車のミニチュア化っていうのは、ないんですよ、本当に。どこ探しても自転車のミニチュア買って探してみてないんですよね。で、そうするとこういったものってのは非常にいいなと。だから元はこれどこで売られてたのか、私が買った時はもう中古で仕入れたんで、もともと新品でどこに売られてたのかはわかんないんですが、こういった心に残るもの、ね、感動できるもの、こういったものを私はどんどん仕入れて、明和の時代になっても仕入れては売って、そして売ったお客様がね、喜んでいただければ、そしたら私どもとしてはこんな嬉しいことはないわけですよ。今、どんどん物価高になってきて、物の値段もどんどん高くなっているのも事実なんですが、それでも、ある意味、こう、物が高くなっていってもですね、こういったものってのはもう買うと一生ものとして残る。下手したら、次の世代の人たちに、下手したら孫の孫まで、時代までずっと永久的に残っていくものだと思います。ですから、こういったものをね、ある意味、こう、潰してしまうとか、捨ててしまうっていうのは、もったいない。何回も言いますけど、潰すとか、壊すっていうのは、簡単にできます。でも、こういった人が感動するようなものを作ってくださいっていうのは、非常に難しいんですね。
壊すことは簡単でも作ることは難しい。だから、まあ、こういったものっていうのは、ずっと取っといた方がいいかなというふうに思いますね。こういった自然的にこういったものっていうのは非常に素晴らしくて、それこそこういう雑貨のお店だとかね、骨董だとかちっちゃい個人のリサイクルショップとか、まあそういったところで展示用として、展示用としてのああいうお店って展示用としても置かないといけないから、まあこういう展示品として、売り物じゃなくて展示品として置くというふうな使い方もまあできるんじゃないかなと思いますし、非常にいい買い物がこれはできるんではないかなというふうに思います。というわけでご検討よろしくお願いいたします。